じゃあ次、はい、次行きましょう。楽しい、はい、楽しい行きましょう。はい、はい、楽、はい、これはもうね、あのやっぱオフシーズンっていうのはもう何をやっても楽しいです、うん、これは楽です。いろんなとこ行かせてもらいました、はい、旅行でも。お、今年本当はね、あの僕サッカーがすごい好きで、はい、もうシーズンすごい終わっ、もう終わっちゃってるんですけど、あのスペインに旅行に行きたかった、うん、たんです。去年イタリアに行って、はい、先ほどのこの愛の話で出てきました方がですねうちのチームのマネージャーなんですね。その方が兼通訳もやってまして、はい、その人といつも旅行行くんですけど、はい、その結婚を理由に断られまして、うん、そうなんそれはそうなんですよね僕の旅行を大事に取ってはいけないのでね、はい、でもそれがあったんでちょっと今年ねスペイン行きたかったんですけど一応行けなかったんですが、うん、やっぱあの宮古島とか四万十川とか、うん、結構そういうとこ夏ってやっぱ海か川とかで行かしてもらって、で宮古島は結構あの男で6人ぐらいですか行って、一軒家借りてみたいな、なんか今あるんですね安くて。そういうのが結構いろいろ調べてで全部その計画なんかセッティングとかその宿とかも自分で僕がやりたい見えます。いや今聞いたらやりたいのかな、やってんのかなってちょっと思って1ミリもやってやらないよね場所だけすごいですよ宮古島の旅行なんて。僕の後輩、まあ、高校の後輩だとかがいて、はい、まあ、だからバスケットでいうと誠司君とさっきインタビューした鵤君と田原っていうのが今回の宮古の、旅行には来てくれて、うちのチームは、あとはもう僕の本当に僕の全然もうプライベートの知り合い、なんか全然売れてないお笑いの芸人が一人いたりだとか、あと高校の子がいたりだとか、もっとごちゃ混ぜなんですよ。だから田原も誠司も初めて会うっていう人たちもいたんですけど、結局、まあ、まあ大丈夫だろうっていう考えあるんで、人を呼ぶのは僕なんですけど、もう一切プランは考えての後輩なんで、もう宮古島に着いた瞬間しおり渡されて、帰ってくるんですよ後輩が。でしおり一から見て、まあ、今日は何時に起床、朝ごはんちゃんと食べてくださいとかあのアクティビティをするので、シュノーケリングの時にこの栄養がなくならないように朝をしっかり食べましょうねみたいな書いてあって、そのザーって見て、そのプランに従って遊ぶっていう。だから本当に行ってレンタカーもそれぞれみんなやってるんで、ここに行きたいって言ってあとは行って遊ぶだけです。遊ぶだけですね。だからその宮古の旅行は誠司君も田原君も楽しんでましたし、結構こう僕が引き合わせてどうなるかなと思ったけど、みんな仲良くなってくれて、あ、いいですね。結構昔のバスケの文化って結構バスケだけでってなったじゃないですか。あんまりないかな。あ、そうなんだ。でも最近ってやっぱそのバスケット人気もちょっと上がってきて、まあ、選手の知名度とかも上がってきたんで、まあ、そういう機会増えるとね、やっぱりいろんなジャンルにこう、まあ、自分たちもそのお笑い見に行ったりとか、いろんな競技見に行ったりとかして、ビリギー見に行ったりとか。そうなんですよ、それはいいなと思います ね、まあ、お笑いだけに限らず他のスポーツ、まあ、栃木県内にもね、サッカーチームあったりして、まあ、仲良くさせてもらってるんで、お互いそういうのができればねいいんですけど、まあ、だから結構いい旅にはなりましたね。ものすごく楽しかったですね。ということで次、はい、次、はい、最後これが一番タクタクですね。タクはちょっと僕から質問していこうかなと思うんですけど、はい、まあ、昨年ワンシーズン復帰してから辞めていろんなことをまあ吸収して、まあ、バスケの魅力をまた再確認して、なんかやっぱりその得たものというか、一度離れてワンシーズンやって、まあ、負けちゃいましたけども、まあ、それでも改めてこうバスケの魅力というか得たものとかはなんかあったらすごい、それこそなんかこう深みのあるちょっと言葉になるのかなと思って、うん、ね、むちゃくちゃそうですね。去年は本当にむちゃくちゃそれを感じましたし、うん、まあ、もちろん聞かれもしましたけど、まあ、そうですね、正直に言うとこう辞めて戻ってきてすぐにこう試合に出れるとも思ってなかったですし、うん、まずはまあ栃木、あてかまあ宇都宮ですけど、まあ、ブレックスに復帰し、できることもまずはまだ分かんなかった時点だったんで、辞めてた時は。なのでまあ改めてやらせてもらって、さらにこうバスケットの楽しさもそうですし、まあ、あとうちのチームは一番やっぱりファンの方たちの温かさだったり熱さっていうのが一番なので、それは優勝した初年度優勝した時よりも、まあ、感じましたね。で去年は本当にもう本当に僕の中では奇妙なシーズンで、あんだけ試合に出させてもらうとも思ってなかったんで、ただコンディション的にはアーリーカップのあたりからも調子良かったんで、あといろんななんか賞をもらったりだとか、オールスターに選ばれたりだとか、なんかちょっとギャップがありすぎちゃって、去年は本当に振り返るとあっという間だったんですけど、すごく、まあ、充実は個人的には本当にバスケットを始めて一番なんて言うんだろう、
試合も出て、バスケット初めてっていうのは、まあ、あのプロ生活ですか、あの JBL の時代も含めて入れると一番試合に出させてもらって、勝ち負けに一番関わったシーズンだったので、でもその中でもこういろいろとブレックスの中の最高勝率だとか、っていうのもこう記録として残すことができたんで、あの優勝はできなかったですけど、まあ、改めて本当に、このバスケットの面白さだったり、あと B リーグのこの盛り上がりだったり、あとブレックスのチームのファンの熱さだったり、あとはまあ自分がこう恵まれている環境にいるというのを本当に当たり前じゃないなっていうのは去年の1年で、感じましたね。なんでよくこう言われるのが、まあ、またどうせ辞めるときは来るじゃないですか、でその後どうすんだみたいなことって結構聞かれるんですよ、30過ぎて。今まではなんか20代ぐらいってまだそんなことは言われないし、油も乗ってるんで、でもなんかそんなこと考えてもしょうがないなって今すごい思ってて、もちろん大事なことじゃないですか、セカンドキャリアみたいなことって。でいろんな活動してる方がいるんで一概には言えないんですけど、なんか今逆に言うと今体が動けてるのも今だけだから、なんかそんなことを考えながらバスケットやってて改めてこう楽しめないなっていうのはあるんで、今はそういうことってよりも去年のシーズンできたことをまたさらに、今度は個人的なコンディションもそうですし、チームとしてあの届かなかったところにまた戻れるように、一生懸命やるということが、そのバスケットに集中して楽しむということなので、今できていることをもう全力で楽しんで全力でできるっていうこの幸せを感じることが僕はまた今シーズンの目標かなと、だからこそこうコンディショニングを整えて1試合でも多く試合に出れればいいなっていうのがもうシンプルな、でも本当その通りだと思います、はい、あの目の前のことやって、もう真摯に向き合って、その自分に正直にやることで、その次は自然とか、まあ、道ができてくると思うんで。そうですよね、それはまあまあ難しいことじゃないですか、やっぱり一回ね、そうやっぱ分かんないとね、その不安でいろいろやんなきゃと思うんですけど、やっぱりその一つのことに集中することで自然とこうね、道ができてくっていう、やめてみて本当に一番思ったのは何もできなかったんで、あの意外にこう常識的なことってあるじゃないですか。ありますね。自分が20年ぐらいバスケットやってて、高校も中学も高校もね、大学もいて、まあ、それなりの上下関係だったりってあったじゃないですか、だから完全になんかまあまあこんだけ厳しい世界にいてプロでやってたら大体乗り越えられるだろうって思うんですけど、いやこんなに普通の仕事、普通の仕事って言っちゃいけないですけど、まあ、世の中の人が当たり前にできてることが、いやこんなできないんだなって思いましたからね、あれが一番僕はショックでしたね、やめて。あのバスケットができない寂しさっていうよりは、そこの、ね、バスケットしかできないんだなって思いましたね、だからいかにこういうまっすぐ細いなんかバスケットと選手としてはなんかみんなにプロになってすごいねとか言われますけど、いやまあその人生のこの視界が全然広くなかったんだなっていうのはありましたね、まあ、一歩外に出たら誰も知らないですからね、まあ、いいですけど今 B リーグで盛り上がっててものすごいいいけど、やっぱりまだまだこの B リーグっていうのをどんどん太くしていかないと、まだまだこう今3年目次4年目ですかね、ここまで順調に来てるんで、やはりこうもうちょっと太くしていくにはそういう自覚みたいなのも必要なのかなと思いますけどね。でも今若い子はやっぱ B リーグでこんだけすぐパッて大学生から出てきて活躍できるの結構当たり前の感じになってますけど、やっぱそれはね、たくまさんもそうですし、引退してた方々はここまで多分ものすごい羨ましいじゃないですか、まあですね、僕があの、今引退してる身だったらすごい羨ましいですもん、だからそういう意味も含めてこういう風にできてるのは当たり前なことではないということはちょっと若い子たちにはちょっと感じてほしいかなっていう部分もあります、伸び伸びやってほしいですけど ね、まあ、そうですね、やっぱり歴史っていうのもありますから、まあ、あんまりこうね、あの古びた考えで勝つってばっかり言ってると怒られちゃうんでね、僕もね、まあでもね、そういう感覚をねあった方がいいなっていうのはありますから、思った人が、あの宇都宮ブレックスにはいるっていうことがね、全力で楽しんでいただきたいですよ、でも若い子には、それでは、まあ、この企画の名前にもなってますバッシュについてちょっとお伺いしたいんですけど、まあ、今回これがあのプレゼントしていただけるバッシュということですけど、なんかバッシュに、まあ、こだわりとかって、そうですね、また去年履いてたバッシュとは全然ちょっと違うんですけど、このバッシュはなんかすごくなんかやっぱりね、足の測定
とか、うんはい、アキレス腱のあたりとか結構痛くなること僕あるんで、うん、特にシーズンの始まりとかだとやっぱり結構これは軽いし、うん、あとそんなにハイカットすぎず、ローカットすぎずみたいな、ちょうどいいですね、うん、僕からすると同じのをね、こう北川選手も履いてるんですけど、うん、2人して結構いいねっていう話になって、まあ先に周平さんの方が早く履いてるのかな、でそこを勧めてもらって、もうすごく履きやすいですね。はい、なんか履き鳴らしたままじゃないと履けないとか試合でそういうのはあんまないです。同じモデルだったら意外にね、ガサツな人間なんで僕何でもいけるんです意外にでも履いてみてちょっとさすがにっていうのもありますけどね、はい、これバスケットその試合中にトレーニングだったらいいけどなみたいな時はあります。これは全然実戦で履かしてもらう予定です。なのでこれすごく僕はおすすめですけど、ね、このプレゼントするやつはちょっと派手ですけど、いやでもおしゃれだね。そうなんですよ、だからまあね、もともと人気のやつですからね。そう結構あんまり普通のやつをあげるよりはプレゼントはこれぐらいの方がいいと思いますので、ぜひ、はい、ありがとうございます、させていただきたいと思います、はい、それでは最後にファンの方へのメッセージをお願いします。はい、本当に次 B リーグ始まって4年目ですか、初代王者にならしてもらってからもう結構日も経ちますし、また王座奪還すべくですね、去年はいいシーズンは遅れたんですけど、最後の最後でやっぱ勝つチームっていうのが本当に強いチームだと思うので、レギュラーシーズンもカンファレンスの、結果というか順位もありますけども、本当に最後の最後横浜アリーナで一勝するためのことを思って全力で頑張っていきたいと思いますので、個人的なことをいっぱい言っちゃいましたけども、本当にファンの方々はですね、見ていて楽しんでいただければもうそれだけでいいと思いますので、ぜひ会場に来てですね、雰囲気も試合の、試合も雰囲気も楽しんでいただければと思いますので、4年目の B リーグがさらにこう深いものになるように、僕たちも頑張っていきたいと思いますので、ぜひ応援よろしくお願いします。スマスのと、あと水曜バスケですね、はい、ぜひご覧になっていただければと思います。水曜バスケさんのおかげで僕があると思ってますぜひご覧ください。じゃあ今日はありがとうございました。ありがとうございました、はい、すいません、また応援いきます。よろしくお願いします。